皆さんこんばんは。4月14日のしおチャンネルです。今日はですね、ニュースがいくつかあります。一番大きいのはやはり私たち国会議員の議員歳費が2割削減をされるということを一番にご報告をしたいというふうに思います。これから法案提出になるんですけれども、本日の与野党の筆頭の理事の間で協議が整ったということですので、これから立憲と国民以外の野党にも呼びかけて、そして法案提出して実現していこうということになるかと思います。やはりこれは私は何でも給料を下げればいいというふうに、報酬を下げればいいというふうに思わないんですけれども、現状私は当然だと思っています。なぜならば私たち政治がですね、きちんと皆様の生活を守るということが今できていません。もう最低限ですね、スムーズに一律に皆様に給付を出すべきだと思うんです。じゃないと救える命も救えなくなってきますし、本当に皆さん苦しい状況を何とかすることもできないですね。ここをしっかりとやっていかなくてはいけないのにできていない、そうなってくると、次にはじゃあどういうところにきちんと私たち、政治がですね、給付をするなり保障をするなり、そしてさまざまな予算を配分していくのかということになってくると思うんですけれども、本当にバラ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 今出ているような状況で、皆様にはご心配をおかけしているというふうに思います。そうですね、木曜日に質問の時間を内閣委員会でいただきました。これまで私が一生懸命こう訴えてきたことなどは、なかなか質問の機会がなかったので、議会質問する機会がありませんでした。その間にネットとかでも盛り上げていただいたので、やっぱりこういろんな議員も気づいてですね、質問していただいてもいますし、木曜日の質問はもちろんコロナの関連でいろいろとやっていきたいと思っています。皆様にも本当に多くリツイートいただいて、ご支援いただいて、大学生の方が署名も提出したいと言ってくださっている、奨学金とアルバイトで暮らす学生の支援、こちらをしっかりと質問していきたいというふうに思っています。お伝えした通りなんですけれども、今日他の議員も、同じ質問をしたということなので、そうですね、もうちょっとですね、政府の考えが聞けるように、または私たちの考えを伝えていけるようにしたいなというふうに思っているところです。本当に日々感染が拡大しておりまして、東京だけではなく私のふるさとである広島の方でも、介護施設の方でクラスターが発生をしたというような報道も出てまいりました。東京だけではなく、いろいろなところにコロナの感染が広がっている状況ですので、どうか皆さんには本当に気をつけてくださいと再度お願いをしたいというふうに思います。それでは今日も短いんですけれども、しおチャンネルはここまでです。